あ、いいね、いいね。普通におしゃれになった。めっちゃ夏っぽい。周り冬やけど。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。お、ちょっと来てもらえますか？あ、生まれる？生まれた？実はおー、やっ私、と深夜が旦那になれました。ほいほい。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか？どっちでも嬉しいです。男の子でした。ほう。顔はイメージ通りでしたか？赤鼻さんにやね。イメージ通どんり。な子に育ってほしいですか？そこは自然に任せよ。二人まあ、のどっ名ちと前もやけ考えどたのですが、私のあゆなと夫の子の一から取ってあゆいちにしようと思います。あゆいちくん、いいね。あゆいちも大切に育てます。いやー、温かこれく見でやっ守ってとやってください。あゆなと赤鼻さんに子供が、あゆいちくんが生まれたよ。はあ、よかった。これであとははるちゃんが続けばいいと思うんだ。はるちゃん03夫婦が。はい。おっと、なんかはるしろさんすげえ殴ってるんだけど。めっちゃ殴ってるんだけど、あれは大丈夫なのか。とりあえず落ち着かせましょうか。こんばんは。こんばんは。どうも。あ、喧嘩じゃないのか。なるほど、普通に使いよっただけ。そよ風とはすごく仲がいい親友だと思っているのですが、私とそよ風のことをどう思いますか？そよ風さん超信頼してる。相性バッチリいいと思うよ。やっぱりそうですよね。まあね、向こうがどう思えるかも大事やけどね、相性やったら。いや、でもいいんじゃないかと思うけどね。自分では割と運がいい方だと思います。何を根拠にかは分からんけれども、はい、紅茶でもどうぞ。いただきます。なんか似合うね、この格好に紅茶。優雅。結構美味しかったようです。よかったよかった。ほい、そして。お、春代さんとミネットさんが、二人で猫をめでに。いいね。猫のサイズか。え、猫？あれやんね。だってミーがさ、多分人間の手のひらサイズやろ？それでさらに猫があれっていうのは、もう猫は何？指の先サイズぐらい？この世界の猫なんやろうね。はい、それじゃあ、しゅんくん入るよ。どうもどうも。あゆなのそっくりさん、1ヶ月ぶりですね。お久しぶりです。何かご飯物が食べたいです。ご飯物。ご飯物。いなり寿司。一応ご飯物よね。いただきます。ご飯物って言われていなり寿司になるかどうかはあれやけど、丼物とかいきそう。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。人前ではカッコつけていたいタイプです。男の人って結構そういう人多いんじゃないかと思うけどね。人前でカッコつけるの。はい、それじゃあ遊び。キャラメルさん入るよ。遊んでください。はい、遊びましょう、遊びましょう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。第1問。ででん。焼き芋。多分。色的に。よし、オッケー。第2問。ででん。何これ？タイの池作り？多分。消去法的に。他のではない気がする。あ、なるほど。その部分ね。最終問題。ででん。全くわからんけど、エビピラフにしておこう。多分。よかった。イエーイ。ありがとう。はい、それじゃあ一番大きいの。お宝、ブラウン管テレビをもらいました。ありがとう。令和の時代にブラウン管テレビ。踊ろう踊ろう。ダンス全然苦手やけどね、私。はい、枝豆でもどうぞ。どうすか？
まあまあ美味しかった。よかったよかった。ほい、それじゃあ、ちょっとアユナと赤花さんのところ、子供を見にも行きたいんよね。はい、夜空さん入ります。アユナのそっくりさん、どこかに旅行してたんですか？どこにも行ってないよ、私は。ずっとここにおります。はい、食パンどうぞ。あー、ごめんね。めっちゃなんか投げたよ。いただきます。はい、どうぞ。どうすか。結構満たされるんやね、あの薄い食パン1枚で。絶対足りんと思うけど。2枚ぐらいいるよね。実用品モビールをもらいました。ありがとう。ライチと散歩の途中で、だるまも見ました。捨てられとったんかな。ゴミ？ふふ。ほい、それじゃあ、一軒家の方行ってみようか。ほい、一軒家。さあ、アユナと赤花さんの、ははあ、家が減っている。つらい。どこだ？あれ？どこだったかしら？あ、あったあった。おー、いいね、いいね。二人揃って怪しいよりやん。いや、仲いいじゃないか、二人とも。子守を手伝おうか。顔が揺れたまんまだけど。どうしても、あゆいちが泣き止んでくれないのですが、助けてくれませんか。さあ、私にお任せ。ありがとうございます。子守を引き受けますよ。あゆいち、あゆなのそっくりさんだよ。そっくりさんだよ。どう、どれぐらいのリズムがいい。あ、これ、あ、どれだ、どのリズムだ。これ。いや、違うな。あ、これぐらい？難しい。ちょ、力加減が難しいんですが。どれぐらい？これぐらいか？いや、違う。待って、全然なんだけど。あ、これぐらい？あ、これぐらいや。あー、泣き止んだ。よかった。ちょ、待って、すぐに。あー、すぐにめっちゃ泣きじゃくり出した。ちょ。ほら、落ち着け。落ち着けよ。あゆいちくん、落ち着けよ。あ、これぐらい？あ、これぐらいじゃない？あー、ほら、笑った。ほら、ご機嫌よ。もう超ご機嫌、ほら。早く引き取ってくれ。あ、泣く。いや、大丈夫。おーっと。いや、大丈夫でしょうよ。ほら、どう？もうだいぶいいと思うよ。ほら、どうよ。どうよ。お、もう笑いよりやん。あー、よかった。よかった。なんか、アイナと赤花さんの位置が入れ替わったけど。いや、でも幸せそうで。何よりっすね。いい感じだわ。さあ、それじゃあ、こっちの夫婦はどう？あ、でも仲良さそうな感じやね。いいんじゃない？ね、一緒に旅行にも行ったし、もうこの流れで、あゆな夫婦に続こう。続こう。はい、それじゃあちょっとお呼び出しを。いつまでもラブラブだな。結構長くない？夫婦歴。こんばんは。何か肉料理が食べたいです。お、肉料理。それは旦那さんには分け与えない肉料理ですか？何がいいかな。とんかつ、がっつりと。いただきます。とんかついいよね。美味しいよね。どうすか。すごく美味しかった。よかった。まあ、好物もね、1位ミートソース、まあ、ミートソース、ソースにミートが入ってるだけやけど。2位ハンバーグ。肉が好きなんよね、きっと。はい、ガーゼのワンピースでもどうぞ。服、ガーゼのワンピースをプレゼントしました。いつもありがとうございます。私からのお返しです。
お宝金貨をもらいました。ありがとう。アユナのそっくりさんのことは島のみんなで応援してますよ。ありがとう。この島のアユナのことも応援してあげて今子育て中だからラブラブだな。あれクイーンまた被り物かぶったこの間かぶってなかったよね。はい、お呼び出しします。アユナのそっくりさん、こんばんは。こんばんは。新しい服が欲しいです。お、できれば派手なのがいいんですが。派手な服、その被り物にどれがいいかな。肩パッドドレスとか派手やと思うけど、そういう派手さではないかな。どういう感じ、こういう感じ。トルマンスリーブシャツ、うん、ちょっとこれを。はい、どうぞ。でも周りこんな感じでね、結構寒いと思うけどレベルアップ、まあ、時期的にはねいいと思うけど、ちょ、帽子を変えようか。ここで何がいいかな。カンカン帽、カンカン帽合うかなこれに。はい、どうぞ。帽子、カンカン帽をプレゼントしました。いつもありがとうございます。あ、いいねいいね、普通におしゃれになった。めっちゃ夏っぽい、周り冬やけど。お宝金貨をもらいました、ありがとう。もらった小説はうちの趣味にぴったりで一気に読んじゃいました。お、マジで。どんな趣味なんかちょっとよくわからんけど、ちなみに私はミステリーが好きです。はい、どうぞ。いただきます。そうやな、私小説って普通の青春系とか恋愛系一切読まんねん。別に読めんことはないけど、ミステリーばっかな気がするはい、そして、お、一緒にお風呂入っとる。いいねいいね、お呼び出ししましょう。ごめんね、こんな中お呼び出しするけれどなんか久々じゃないお風呂。こんばんは。一緒に入っとるの見るの。こんばんは。お、それは出そう。くしゃみ、羽で鼻の鳥をこすってくしゃみを出してあげましょう。はい、スタート。お風呂に入ってて途中で出てきてくしゃみが出そうなのは、ただ単に風邪をひいたんじゃないの。大丈夫湯冷めとかしてない。くしゃみ来い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 、さあ来いよ。お、これ来るんじゃね。は、あ、来なさそうな。なんてこったい、収まったじゃねえか。なんか微妙な気分ですよね。私も微妙な気分だよ今日も自分らしい一日でした。自分らしい一日、自分らしい一日ってどんなんやろ。ちょっとよくわからんけど、まあいつも通りってことかな。どう、かき氷。そろそろまたかき氷の季節。いいね、夜市の屋台でかき氷を食べる季節がやってきたよいろんな味にチャレンジしたいんよね。お、黒影さんとめいちゃん、お呼び出しします。めいちゃん、アユナのそっくりさんが来るなんて珍しいですね。そんなことないよ。アオトン、ニコイビトがいたら、お、紹介きた。と思うのですが、ミカとくっつけるのはどう思いますか。いいと思うよ。それでは二人も合わせてみます。アオトさんね、結構紹介されよる気がするんやけどね。どうなんやろ、今回はうまくいくかな。でも楽しそう。第一印象はお互い多分いいね。楽しそう楽しそう。あ、今もいい感じよ。てか思うけどさ、ドラマとか漫画でもこういうのよくあるけど、メリーゴーランドに乗った状態で話すって結構多いじゃないと話せんくない。お、盛り上がっとる盛り上がっとる。ね、メリーゴーランド一緒にあの馬車に乗っとるになったらわかるけどさ、別々の馬に乗っとったら無理よね今日はありがとう。なんか結構距離あるよね。こちらこそありがとう。え、ダメだったの。最後の最後、なんてこったい。友達から合わなかったみたいです。合わんかったんや、マジで。
え、普通にいい感じやったのにな。どうした？帰りに何かあった？たまに疲れちゃいます。そこまで気は使わなくて大丈夫やと思うよ。まあね、めっちゃ気を使う人間やけん、ちょっとこう友達同士くっつけようとしたんかもしれんけど。どう？結構美味しかった。よかったよかった。まあ別にね、くっつかんかったのはめいちゃんのせいではないけん大丈夫よ。実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。さあ、ということで夜市を。お客さん、運試ししてみない？久々の夜市。めっちゃ早足で通り過ぎていくやん。はい、一袋買います。久々やけんめっちゃ楽しみ。一つ目の中身は食べ物、カツ丼が入っていました。絶対匂いでわかるやん。はい、二つ目の中身は食べ物、ピーマンが入っていました。何、食べ物の福袋なの？三つ目の中身はだから埴輪が入っていました。おおってなった。また来てね。高く売れるってことかな。おおってことは多分多分きっと。はい、ってことで募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてってね。今日は27,100円集まりました。ありがとう。ああ、青人さんとミカちゃんくっついていただきたかったな。ね。ほい、そしてミーニュース見てこ。こんばんは。7時のミーニュースをお伝えします。お願いします。今、若者たちの梅干しもどきーわ。何それ、ちょっとシワシワな感じってこと？梅干しもどきーわは、あゆなじまである。でも、なんか本当にありそうな感じ。岩の形的には普通にありそうな感じ。梅干しもどきーわ研究家？もう本当にそれ専門なんやね。マジのみーに聞きました。それに関して、もう少し熱く語り合いませんか？それに関して進歩してるのかどうかはちょっとよくわからないけれど、ツインがお伝えしました。ありがとう。いろんな観光スポットがあるんだな。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、そろそろ新しいカップルができてくれてもいいんじゃないかなと私は思うんだけれど。ね、もうあゆなにも子供ができたし、安心安心その辺は。